はい、皆さんこんにちは、こんばんは、この虫でございます。ちょっと待った、第21回となります。まだの方チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、サムネで見ていただいた通りの2人を、紹介したいと思います。この2人はですね、2人というかこの2点は、よく似た形の、行動を見せているものでございます。まず1人目、ルリナでございます。2020年9月18日に発売されました仰天のボルテッカから排出される SR でございます。現在の取引価格9980円となってます。で、ちょっとこのままそのままちょっと紹介するんですけど、ルリナはですね、もう1点出てますね。2021年12月3日、去年の、クレーに発売されました VMAX クライマックス、封入されているルリナですね。こちらは現在3580円の、取引となっています。で、もうこのまま2人目もちょっと一緒に、紹介をしていきたいと思います。こちらです。モミですね。2021年1月22日、去年の1月に、発売されました電撃マスターから排出されるカードとなります。こちらが、現在の取引価格、7780円となってます。今回ですね、このもう2点をパーンとちょっと紹介したのはですね、冒頭にもお伝えした通り、行動の仕方がよく似てます。今まで紹介していた、カードと比べてですね、こう、ドドドドドドドンとね、こう、一気に上がったりするようなカードではないんですが、じわじわ来るんですよね。ちょっとそれをちょっと見ていただきましょう。まずちょっとこちらご覧ください。はい。今これご覧いただいてあるのがですね、上の方に書いてあると思うんですよね。2021年12月11日、去年の12月に出されている買取表です。あるショップの買取表。この時で、ルリナが、6000円買取、モミが2400円買取って多分書いてありますよね。ちょっとで、なんかカトレアが7000円だとか、エリカのおもてなしが1万8000円とか、なんか別のものもいっぱい気になりますけども、まあ一応この去年のクレ、12月がこんな感じでした。で、その1ヶ月後、こちらご覧ください。2022年1月12日にと書かれてますね。買取表なんですけども、あるショップの。こちらで、ルリナの買取が7500円。で、モミが3500円。と書いてあります。さっきね、各お二人、ルリナが取引9980円、モミが7780円って伝えたと思うんですけど、これはあくまで販売価格になっているので、買取で現在、ルリナは8100円、モミが6600円の買取になってます。言った通りです。本当に他のものに比べて、グイーンって高騰してないんですけど、ただ、手堅いんですよね。下がる感じもしなくて、本当にちょっとずつ伸びていって、いわゆるそのベースとなる金額全くそのブレない。上行ったり下行ったりとかってするようなことがないんですよ、この2点。ずっとね、このあたりを推移してるっていう。特に、モミ。これはちょっとコロムシ、勝手に思ってることなんですけど、ショップさんがね、強化買取中みたいなその表、さっき見ていただいたようなああいうのを出したりするんですけど、ノーマルのモミをですね、ちょっと欲しがってるショップさんが最近ちらほら出始めてきてるんですね。で、この傾向は、SR が伸びる可能性がちょっとありますね。なので、少しもしかしたらモミがまた伸びてくるのかなっていうのもありますし、ルリナはもう単純にもう1ヶ月くらい前からもうちょっとなんか来そうだなっていうのを思ってたんですよね。1万超えてきてるところもありますんで、ルリナはまあ来るかなと。で、モミも今ちょっとちょい伸びするんじゃないかなっていうのがありましたんで、ちょっとこう強烈な変化は見せないかもしれないですけど、高騰すると。私は今これ踏んでます。だからそろそろとかピコッと来るんじゃないかなっていうのを思ったので配信に至りました。まあさっき手堅いっていう話したと思うんですけど、価格がそれほど大きな変動を見せていない分、今のところまだ手の出しやすい、SR なんじゃないかなと思います。コロムシ自身も実はモミを持ってなくてですね、シングルで買おうかなと思ってます。なんかちょっと伸びそうな気配を感じるので。いや、本日の、動画は以上となります。またなんか気になる点がありましたら、配信させていただきたいと思いますので、ぜひ、またご覧になってみてください。これからもね、ぜひ参考にしたいと思っていただける方は、チャンネル登録、それから高評価、ツイッターのフォローなど、ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。